すまんな、まさかの事態に。霊夢の状態はどうですか？ご主人様。ご主人様、このままだと私たちにも。状態は大丈夫だ。だが傷は深めでしばらくは出られないと思ってくれ。ターゲットはバイを持ち帰る前に、空調装置を全て破壊してから持ち帰ってくれ。聞こえる？私たちは先に攻撃を仕掛けているわ。ヨウムたちは上から攻撃を仕掛けて空調を破壊してちょうだい。着いたわね、卵根の用意を。攻撃します。チンピラ集団だ、離弾するな。全部で7つあるはず。よく探して破壊しましょう。攻撃は任せてください。2つ目。数が多いな。増援、しつこいわね。3つ。4つ。ヘリが来る。気をつけて。5つ。ようやくオペレッターの場所を見つけた。ネギの言う通り、地下通路のある工事現場に配備している。今のメンバーだと足りない気がするから、後日連絡する。以上だ。どうします？私たちの部隊は不足気味でできませんか？サナエ殿に任せる方がいいでしょう。風神組の部隊ならなおさら整っているみたいだし。じゃあ明日風神組との連絡を取ってみるわ。
。よし、降りてくれ。ファンを奪って中の機密書類を奪うぞ。でも、深く調べる必要性はあるわね。持ち帰って調べるといいわ。よし、行ってください。ヘリまで来るとは。なんとか待ちましょう。ヨウム、人引いてどうするんですか。わら、仕方ないじゃない、ドリフトしにくいんだもん。わら、なんか言い訳。わら、よし、そしたらデルベロの倉庫にて向かおうではないか。巻いたようね。じゃあ、着いたらすぐ中身を見ていきましょう。よくやった。あとは私たちに任せてくれ。なーに、安心しろ。次の任務はすぐに取り掛かれるよう明日用意しとくよ。みんなも疲れているだろう。明日に備えて休んでおくれ。じゃ、お疲れ様。旦那様、明日の任務ですが、サナエたちに任せていいので？ああ、実行してくれ。部隊の人数も限りがあるからな。それにしても、今の状況では厳しい戦いだ。それはどういう？闇霊夢とマリサが登場しているからだ。今捜索しているが難航しているからな。このままだと私たちの仲間が巻き添えでどうしようと悩まされているのだ。よって、戦況が変わってしまうからな。サブね。旦那様、そう落ち込まないでください。私だって月の民としての役割にも不安があります。どうか旦那様、ここはご休息を。それは誘ってるというのは正解か。それは、その、正解だけど、できたら私を癒してくれませんか。ああ、望む通りだ。ただいま戻り。あ、わーわー、失礼しました。私は失礼。逃げんでいい。冷戦。誰だって起きれることよ、冷戦。え？あなたも夜、どうかしら。え、なんでその答えに。わからんのか？お前そろそろ発情期になる時期なの知ってるくせに。あう。そうですけど。じゃあ、すぐ支度してきなさい。そしたら旦那様から報酬出すから。本当？じゃあ、やります。ふふふ。いいでしょ、旦那様。ああ、いいぞ。タクだからそこが大変なんだからさ。